ジョン・ボインはアイルランドの作家、トリニティ・カレッジやイースト・アングリア大学で学ぶ。2006年に出版した島模様のパジャマの少年がベストセラーとなり、2008年にはマーク・ハーマンによって映画化された。その他、ドキュメンタリー番組を中心にテレビ出演実績あり、1971年4月30日、ダブリンに生まれる。ダブリン大学で英文学を学ぶ。 学士、イーストアングリア大学で創造的作文法を学ぶ。1995年、カーティス・ブラウン賞受賞。終始。1993年、最初の短編がサンデートリビューにより出版され、ヘネシー・リテラリー・アワードの最終選考に残る。2007年、カーネギー・メダルの最終選考に残る。ザ・ボーイ,イン・ザ・ストライプとパジャマズに対し、アイリッシュブック・アワード。 ビスト年間書籍賞。ザ・ボーイ・アット・ザ・トップ・オブ・ザ・マウンテンに対し、スペックスイバースワイリッシュ・チルドレンズ・ブック・オブ・ザ・イヤー。2008年、ケ・リーダー・アワード。2009年、オレンジ・リーダー・ S ・グループ・プライズ。大学哲学学会の名誉パトロンに列せされる。し模様のパジャマの少年、青少年読書感想文全国コンクール課題図書に選ばれる。2012年、 ヘネシー・リテラリー・アワーズの殿堂入り。2014年、レスト・デイに対し、アイリッシュ・ブック・アワード。2015年、グスタフ・ハイネマン青少年書籍平和賞。2017年、ザ・ボーイ・アット・ザ・トップ・オブ・ザ・マウンテンに対し、ブックステ・フー・デブル。2018年、ヒトラーと暮らした少年、第30回読書感想が中央コンクールのお題に選ばれる。ありがとうございます。